Hi, Sean Kidney, back again. Sean Kidney です。素晴らしい一日ですね。本当にフルデーということで多くの議論がなされています。まずマッキネス欧州委員とお話を午前中はいたしましたし、その後様々な議論がなされました。本日何かグローバルラウンドアップとして市場への影響についてお話ししたいと思います。今市場への影響について考えています。どのような動向が講談についてどのような動向が見られるのかということで、まず、スピーカーのご紹介の前にスポンサー JP モルガングローバルデー本日のスポンサーでもいらっしゃいます。スポンサーがいらっしゃるからこそこのようなイベントを開催、そして我々が存在することができています。すべての組織が何かしようとコミットメントを持っています。さまざまなランからの企業自体もそして国も移行しています。先進国は明暗両方の側面がありますけれども、我々の次世代のためにそして国組織政府自体も企業自体も移行しようとしています。これらの企業そして組織が変更する変化をすることによって気候変動に取り組んでいこうというこのようなスポンサーの方が非常に好意に思っています。こちらに注意事項があります。さまざまな通訳もありますし、次ご質問があれば Q&A などをお使いくださいませ。また動画の発信の方11月までしております。それではスピーカーパネリストをご紹介しようと思います。 CBI の並田美香さんです。オクタス ESG でも働いていらっしゃいます。インドが拠点です。インドで初めてグリーンボンドを記載したことに関して関与していらっしゃったということでも有名です、ね、そしてルパート・リンクさんもご参加グラブでスポンサーの JP モルガンのアナリストでいらっしゃいます。こちらの非常にインタビューされています。そしてアッシャースト LP のアナ・マリー・スロットさんをお迎えしております。彼女は本当にアクティビストとして多く進出をしています。まさにこのようなことが企業で求められています。そして BNP パリバのサステナブルファイナンスマーケットのコーヘッドでいらっしゃるアグネスさんもいらっしゃいます。またマイケル・ファーガソンさんは S&P グローバルレーティングからお越しいただいております。皆様ご参加いただきましてどうもありがとうございます。それではカメラの方を皆様の顔が見えますでしょうか。皆さん元気ですか。今日のセッション少しでも拝聴することが視聴することができたでしょうか。非常に忙しい一日でしたけれども、まず最初にお伺いしたいと思います。どのように思われますか。その後にレジリアンス、今日はレジリアンスですとかグリーンのチャンスについて、まあ、様々な重要なテーマがありますけれども、本当にどのようにしていかに迅速に変化していくか、それは必要なのでどのように変化していくかと話したいと思います。政府だけではなくて投資家、金融機関がそれぞれの責任を持っています。グリーンウィンドウのところでは本日その面でもお話がありました。これは皆様がどのように持っているのか、市場への影響について、今後の方向性について、今後の半年から1年間にどのようなことが起こると思いますか。まず最初、ルパートさんの方からお伺いできますでしょうか。
議論を始めていただければと思います。どのようにお考えしようでしょうか。翔さん、ありがとうございます。今日は素晴らしい一日だけれども、今日の JP モルガン の基調講演がありました。我々はパートナーとしてスポンサーとしてネットゼロに向けて、持続的なファイナンスというものを増長していこうと考えています。我々はそれぞれがサステナブルでなグローバルエコノミーに対する責任を各自が担っていると考えています。私たちは非常に企業として多くの範囲を金融セクターでカバーしておりますので、大きな責任を果たさなければいけません。 CPI はこの取り組みの中で大きな存在です。興味深い話がありました。ジョン・モートン、そしてショーン・チャンド、そしてビジネスゲームの中でお話がありましたけれども、非常にパワフルなメッセージがありました。欧州委員会の中でマッキネスさんがしていることは、本当に世界中のグローバルにおける重く課題というものを率いていると思います。 EU タクソノミーというものは、 EU が目標を達成、2050年のネットゼロを達成するという意味で野心的な目標を達成する中で非常に重要です。しかし彼女はまだまだ不足であるので国際協調が必要だと言っていました。ヨーロッパ自体が炭素の排出の削減だけでここで貢献できるのではないということです。もうグランドタクソノミーを通じて、より強調がされることが重要だということがありました。またジョン・モートンさんからは米国財務省としての意見が共有されました。イギリス、アメリカでなされていることを感じましたよね。10月の末にアメリカ の金融安定ということで提言が予定されています。金融リスクについて発表があるということで、どのようにしてアメリカ政府が気候変動について重視しているかということが明らかになります。また中国市場におきましても、より中国がタクソノミーに関して取り組みが進行しています。これらの先進国、主要国、アメリカ、そしてアジア諸国が2017年の当時の EU 的な位置づけにあると思っています。この青写真というものをヨーロッパ市場の中で資金を動員するための青写真を作った頃です。 EU タクソノミーを含めた10の取り組みが EU で発表されていました。ですので非常に意欲が他の国でも高い、主要国で高いということで、私はとても楽観的に感じています。ちょっと他の取り組みがベンチマークについても欧州では発表があったということが楽観的な面々だと思います。そうですね、マークさんのコメント非常に良かったと思います。アグネスさん、 BNP パリバムももちろんリーダー的な存在でいらっしゃいましたけれども、金融機関が非常に積極的に気候変動の取り組みに関与、取り組んでいらっしゃいます。アクネスさん、どのように思われますか？そうさん、ありがとうございます。パネリストとして参加できて光栄です。そうですね、おっしゃった通りだと思います。BNP パリバというのは本当に10年間、気候変動を重視しています。
World Initiative conferences where you've been hammering down the message, you know, things need to change. CBI の今年のメッセージ、カンファレンスでは何か変化をしなければいけない、迅速に行動を起こさなければいけないという話がありましたけれども、まさにそのようなことを私たちは行っています。企業、そしてクライアントに対して、この移行というものをどのように促すかということを私たちはフォーカスしています。この数ヶ月に関しましては特に良い数ヶ月となっています。パリ条約の後でも本当にそこまで目標達成できるのかという点があったと思いますけれども、国連のゼロアライアンスというものです。これが非常に大きな牽引となっていますけれども、我々は継続的により目標を達成するために詳細な取り組みがされています。特定のコミットメントをすることによって、その暫定的なターゲットというものを達成していく、ここまで達成すると後戻りはできません。我々パネリスト全員がしかしながら、どのようにして移行していくのかということがあると思います。どのようにしていくクライアントがその目標達成のためのツールを提供できるだろうかというふうに思います。ですので、このように議論をされていることをやって、いつよりもより楽観的になる要素はあると思います。金融セクター全体、そして以外でもオイル、石油セクターでも移行をしようとしています。EU の主要国の中でも素晴らしい、重要な戦略というものを移行のために打ち立てています。そういう意味では非常にポジティブだと思います。 ESG というのは一方向、その方向性というのは一つ成し遂げるしかないと考えます。セクターにとしてはまだ議論に入っていないようなセクターもありましたけれども、今では財務省にしても財務にしても企業にしても、このような ESG の投資の議論をしていない企業はないと、セクターはないと思います。我々はクライアントに対してよくこのような話をしています。主要な要素は何か、何が一番大切なのか、例えば金利ですとかというこの金利の話をする中でも ESG という話はよくあります。数年前はこのような話はありませんでした。セクターによっては ESG に関心が高いセクターもありましたけれども、すべてのセクターではない、ではその当時はありませんでした。セクターだけではなくて定期的にも広く動きます。仕組みがあると思います。今日はヨーロッパですとかロンドン、さまざまな国からの参加者がありました。それぞれの国で、そして、取り組みがなされています。少なくとも共通な言語というものが見られていると思います。タクソノミーにしても、プロジェクトにしても、グリーンのファンディングにしても、共通の言語というものが、例えばこの中には開示というものも含まれていますが、アセットマネージャーが何を売っているのかということを開示しなければいけないというような共通の言語もあります。ルパートさんもおっしゃりましたけれども、アメリカでどのようなことを、このような共通言語があるということも非常に楽観的になれる要素の一つだと思っています。ヨーロッパではすでに施策がありますけれども、アメリカを追随してくると思いますし、アジア大西洋でも同じような議論がなされてくると思います。したがって私ではヒップパトさんと同じように楽観的な要素はあると思います。随分と楽しみですね。確かにおっしゃる通りかもしれません。
I'm hoping you're going to tell us that your practice has been incredibly successful because so many 非常にお忙しくなってきているんではありませんか？ It's time. I want to act. But クライアントがあまりさんの弁護士事務所にやってきて助けてくれというかもしれませんが、市場にはどういった影響が出てくるんでしょうか？まあ、こういったことについて顧客からの問い合わせが非常に増えています。1年半ほど前は ESG のについてどのような状況となるかという説明をしていましたけれども、最近になってやはり顧客側のこのサプライチェーンの中でどのような形でこの問題に対するソリューションを出すかということだけではなくて、経済システム全体を見た場合に、例えばどこで変化をもたらせるかということが注目されてきています。弁護士としても私も弁護士として私が言うのは変に聞こえるかもしれませんが、ポールさんがおっしゃったコメントが面白かったと思います。今まさに物理的な資産ベースをグローバルベースで規模、そしてかつてないようなスピードで動かそうとしているとポールさんはおっしゃいました。これがやはり合点のいいことだと思います。やろうとしていることの規模がやチャンスが非常に大きいということが伺えることだと思います。こういった違いがグループ、そして企業を投資家が一緒となって調整を行うことができれば、どういった状況になるのかというのを私はすごく楽しみにしています。例えばイノベーションであるとか変遷といったことを各企業などが向こう10年で迫られると思います。こういったことが興味深いところです。みんなが2030年の数値目標などについて語っています。2050年の数値目標というものもありますけれども、やはり2030年の目標、そして2022年、2025年、2030年の目標といったものをお前一つずつ達成していくということが今注目されています。そして向こう10年で何ができるのかといったことについて投資家も注目しています。企業も同様です。そして企業のプロジェクトへの投資が向こう7年でどのような形になるのか、例えば規制の影響を受けるのかといったことをみんな注目しています。今非常に面白い岐路に来ていると思います。このカンファレンスを通じて人々に非常に多くのツールを提供できるのではないかと思います。それがそれぞれの企業や組織にとって有益なツールとなっていくでしょう。2030年の目標についてはいい点ですね。世界最大の経済が2030年ターゲットの目標を達成しようとしています。モディ首相はCOPに参加する予定だということです。そして2047年のカーボンニュートラル目標を携えてやってくるということです。なぜ2047年という中途半端な数字なのかというと、インドの独立から100年になる年だからだそうです。新興市場のアジェンダもすごく速いスピードで進んでいますね。インドのグリーン水素戦略というものが発表されていますし、サウジアラビアの戦略も発表されています。明日はサウジアラビアの企業の発言も聞きますけれども、こういった今日話し合ってきた内容に関する影響はどのようなものとなるんでしょうか。向こうこれから投資できるようなグリーンオポチュニティ、グリーンインストルメントが増えていくということでしょうか。そうですね、ありがとうございます。興味深い
洞察に富んだ議論が今日一日を通してなされてきたと思います。そして非常に重要なチャンスをグリーンボンドについて考えるいい機会になったと思います。今日の私の学びですが、1つのポイントを申し上げたいと思います。新興国に注目がさらに集まってきています。特にグリーン投資についてです。21の主な新興国などを巻き込むものです。そしてこういった投資をすることで雇用創出であるとか二酸化炭素削減などが行われると思います。ですから 62% 世界の人口の 62% そして二酸化炭素の排出の 48% 相当ですので、やはり投資をするチャンスというのは非常に大きいと思います。またどのようにしてグローバルなグリーン投資ボンドの期待人がどのような形でネットゼロに向かっていけるか、そしてその方を早めることができるかということですけれども、そしてチャンスがどこにあるかということに目を向ける必要があります。例えばインドでも気候変動の活動が早まってきています。また最近グリーンプロジェクトに対して多額の投資がインドで発表されました。またインド政府はネットゼロのターゲットを2030年までに達成するとつい最近発表しました。そして再生可能エネルギーも機運が上がってきています。2022年までにの末までに取り組みを行うということです。またそれ以外に例えば屋根に取り付ける太陽パネルなども大量に取り付けていくということです。そういった取り組みを通じてネットゼロのターゲットを達成しようとしています。インドの鉄道もグリーンボンドを発行しています。5億ドル相当の債券発行を行っています。またインドの投資家はこういったプロダクトにのことをよく知っています。 ADB なども投資をしています。こういったことが近代を醸成していきます。マルティスクリーンのネットゼロエミッションということについては新たな投資ユニバースを醸成するということにつながると思います。また2つ目の例として小さい島嶼国にあるチャンスですけれども、太陽光の電化ということについて島嶼国の役に立つでしょう。また革新的な金融ということについては、あるいは気候ファンドはについてはイニシアチブが鍵となります。資本が流れてくるような取り組みをネットゼロに関して行うことが重要です。ABS なども使っていきます。そして新しい投資家のクラスですけれども、必要な資金を SIB に持ってきます。こういったことを通じて大幅な二酸化炭素排出削減が行われ、ネットゼロに近づくことができます。またこういったファイナンスをすることで52の島嶼国に対して投資がされていくということになるわけです。こういったチャンスが
あるわけです。そして投資家としてはこういったチャンスを使っていくことが重要です。さまざまなチャンスがあるということですね。非常に興味深いことです。インド鉄道あるいは屋根の上の太陽光パネルについてですけれども、アメリカの鉄道の駅の屋根の上にも太陽光パネルつけるべきだと思いますね。バイデン政権のインフラ計画の下、巨大なインフラ投資が予定されています。ジョン・モートンもインタビューで述べていましたけれども、アメリカ政府が投資のリーダーとなっていくということです。そして民間も巻き込んで投資を行っていくということでした。また価格の変動もグリーンボンドに関して起きています。例えばリスクが低いということ、そしてボラティリティもグリーンボンドについては他のプロダクトと比べてボラティリティが低いということも言われています。アメリカでさまざまなことが起きそうですけど、どうですか？私は今ニューヨークにいます。そして IPCC の報告書をつい先週まで話していました。先週ニューヨークでは大雨が降りました。私この地域にほぼ人生のほとんど住んでいますけれども、ニューヨークで見たことないような大雨が先週降りました。この40年ほどエネルギー、ユーティリティ、運輸関係のインフラへの投資がアメリカではすごく不足していたと思います。そういった中でバイデン政権はこういった分野での投資を増やそうとしています。テキサスの嵐が半年ほど前にありました。そしてShut down due to a variety of operational weather. 発電施設などがこの大雨によって影響を受けました。またアメリカの西海岸は山火事の影響を受けています。また今月ですけれども、アメリカの歴史上最もひどいような山火事が起きるような月となっています。また道路や橋の再建といったほかに、海水面が上がるということがさらにリスクとなってきます。ですから、アメリカの上院もアメリカが直面している問題の解決に取り組もうとしています。一方エネルギーの移行についてはまだ十分にされていません。そして予算のレコンシリエーションということについて超党派の取り組みがなされています。やはり気候関連のリスクを緩和する上でこういった超党派の動きが必要です。連邦レベルでは少なくともリーダーシップを発揮するという必要性が謳われています。さらに今日出た話ですけれども、 FCC の中でルールが出てきています。このルールはまだ投資家とともに研究を行っており、どういった開示の要求があるべき、要件があるべきかということを今研究を行っています。これは重要なことです。 S&P のレーティングですけれども、イシュアーや投資家と話をしていても重要なものです。投資家がいつも不平を言ってくるのが、気候のメトリックスに対してに関して十分な情報がないといったことについて投資家はよく不平を言っています。これは心配なことです。ですからやはりグリーンウォッシュであるとか開示が不足しているといったことについて取り組みを強化できるでしょう。また資本が効率的にプロジェクトに、サステナブルなプロジェクトに効果的に流れるようにするために、そしてレジリエンスを高める
プロジェクトに資金が流れるようにするために、やはり投資家としてはどういったリスクがあるのかということを正確に、そして定期的にしっかりと把握できるようにすべきなのです。これは重要なことです。アメリカのインフラはには十分な資金が回ってきませんでした。それがなぜなのか投資家は疑問を持っています。道路や橋が気候変動にしっかりとレジリエンスを持っているのかわからないようなものもあります。こういったことについて我々は関与したいと思います。 S&P としてはマーケットでのグリーンウォッシュについてハイレベルの統一性、そしてアカウンタビリティが出るようにしています。グリーンやソーシャルの問題についてです。そして投資家が継続的にこういった問題にのために解決をしていけるようにするために、資本配分の意思決定ができるようにしています。また FCC も規制面での取り組みを現在行っていますが、その間に投資家もより知識を身につけていくでしょう。そうですね、ニューヨークでは非常に異常気象がありました、の影響がありました。今アメリカの政治が対応しなければいけないような気候変動の事象が起こっているという話がありました。まさにその通りだと思います。世界中でこのようなリスクが影響があります。シベリアでもありました。今年に関しましては気候変動の影響というのが本当に実際に起こっています。アグネスさんの方からも詩がありました。そしてジョン・モートさんも話がありましたけれども、本当にこの数時間多くの方々がこのことについてお話ししていらっしゃいます。マイケルさん、ルパートさん、米国市場ではそのタクソノミーというのはどうでしょうか。アグネスさんはこのグループの一員でもいらっしゃいますけれども、アメリカでもタクソノミーというものができていくんでしょうか。タクソノミーに関しましては、そして、特に国ごとの比較というものを投資家にとって、非常に関心があるところだと思いますけれども、どのようにアメリカではどのようなことが起こると思いますか。そうですね、私は CPA としては昭和ですとか IFRS ですとかということ、財務的なその調和ということについて話がありました。ですので、これはタクソノミーをアメリカでもしていくのはなかなか難しいということは思っています。 SE はしかしながらこの4年間にしなかったことを今後していくと言っていますし、新しいタクソノミーというものがこの機運というものを高めるというふうに思っています。特に主要金融機関なども非常に真摯にタクソノミーというアメリカでの起きるタクソノミーということを真摯に考えていると思います。ですので企業にとっては非常に厳格な規則に従っていくというのは非常に重要だと思います。実際にアメリカでの取り組みに関しては分かりませんけれども、センチメントとしてはあります。アメリカの経済が非常に気候変動にのリスクが大きいということで、移行リスクというもの多くありますので、さまざまなセクターが起きるようなリスクがあるようなセクターが多くあります。で、今でリパートさんの考えも聞きたいと思います。そうですね、全く同じです。ヨーロッパでは非常に包括的なアジェンダというものを立てられています。アプローチとして、ネットゼロのために資金を動員させようとしています。このためにはグローバルでのその基準でスタンダーダイゼーションというものが必要だと思っています。EU のタクソノミーがどこでも使えるというわけではありませんけれども、
サステナブルファイナンスをしかしどのへの投資を増やしていくためにはタクソノミーというのは本当に重要だと思います。しかしヨーロッパほどその意味ではまだアメリカは中絶しているとは思いませんし、アメリカでは非常に EU のタクソノミーをそのまま使えるとは思いません。さまざまな知識地域ですとかさまざまな、まあ、セクターもありますし、しかしながらこの共通性というものは必要だと思います。そうするとグローバルの投資家が共通の言語を持って戦略について比較することができるわけです。ロンドンに住んでいらっしゃいますので、アメリカのとしてもコメントさせていただければと思います。アメリカは常にヨーロッパとは異なる、もちろん法律も違いますし原則も違うということで異なるアプローチというものを取ってきました。ですので先ほどおっしゃった特に反省するというわけではないですけど、根本的には同じことを理解するにはだと思います。アメリカが同じタクソノミーの用語を使うかということに関しましてははっきりはどうなるのか分かりませんけれども、アメリカは常に独自のやり方を通してきたと思います。投資家が比較をするだけの方法があるのか、その方が重要だと思います。データを使ってできるのか、それとも何らかのマトリックスが必要なのか、また他にはさまざまなその用語が何をもう開示ということを使ってやっていくのか、EU のアメリカ EU としてはバイデン政権になったことは非常に変わったということは非常にいいというふうに考えていると思いますけれども、アプローチとしてはアメリカは開示にしては異なります。ですのでここからこの法規からどのようにするのか、 SEC がどのような手法を取っていくのか、何を発表していくのかということは非常にポジティブだと思います。このようなシステムが適した用語というものを満たしていると思います。今は混乱しておりますけれども、このランゲージ言語というのはまだ混乱していると思いますが、私の方からこのようにして申し上げたいと思います。他にも意義のあるアメリカというのはこの4年間政権を変わりましたし、アメリカ の州ごとで見るとさまざま向上はしています。カリフォルニアですとか脱炭素を遂げたような州もあります。どんどんなくても脱炭素というものを進めています。そしてこのような投資家はこのような経済チャンスをつかもうとしています。バイデン政権がオバマ政権よりも高い目標をパリ条約にのっとって構築しているということ、打ち出しているということもあります。ですのでアメリカは常に市場ベースですけれども、もう少しこの実務的になると思いますし、実務的な計測というものが先ほどおっしゃったのはまさにこのコモングラウンドタクソノミーということをしています。そうですね、概念的には欧州とアメリカは非常に異なりますけれども、マッチするような用語というのもあると思います。中国ではグリーンプロジェクトということはタクソノミーというものではありませんけれども、名前自体も異なるかもしれませんね、アメリカでも。本日は20億のグリーンボンドということで、企業もこれについてアクションを起こそうとしていますけれども、アグネスさんからお伺いしようと思います、BNP パリバス。
ニューヨーク支店ということで、ニューヨークでさまざまな金融機関がありますけれども、さまざまな金融機関がいろいろな問い合わせを受けているということですけれども、そうでしょうか、このようなその関心が高まっているのは本当でしょうか。そうですね、関心がただの関心的ではありませんね。私がこの職に就いたとき、私たちのチームは、問題について通常の債券と比べてどのようなメリットがあるのか、マーケットのアクセスは何かということを投資家の方々とお話ししていました。3年前でも非常に難しい状況ではありません。特にまず財務から説得、納得してなかったんです。ですので我々のこのアプローチとしては、ファイナンスを安定するために何ができるかというの話からしていきました。ですけれども、さまざまな要求ですとか問い合わせに加えるのはなかなか難しいものでもあります。こういうことが予想されてきてもしなかったということもありますし、したがって方向性としては大きな変化が起こっています。先ほどおっしゃったことについてコメントさせていただきたいと思いますけれども、グリーンウォッシングに関しましてはデータが重要です。なぜそのタクソノミーが実施されているのかということ、テイクが何か、どうしてそれを作ったのか、私たちにとっても重要なのは、私たちは本当に共通の言語というものは必要だと思います。それがあれば、どのようなギャップが違いがあるかということが議論をすることができます。また、原則に関しましては、ICMA の原則も、グリーンボンドの原則もあります。これは透明性を高めなければいけない投資家が、これは透明性のある情報を持っていて、判断することができるからです。多くの投資家は、さまざま非常に多くの情報が溢れています。ですので、データを共通するだけではなく、正確で情報を正確な方法で提供しなければいけません。その情報自体も比較が可能でなければいけません。比較が可能ではないとデータを活用できないからです。ですので、アメリカ、マイケルさんもおっしゃっていますけれども、アメリカもこれにができるような取り組みをしているという話がありました。このいう意味で、プロバイダーにしても、当局にしても、このような分野で担うべき役割があると思います。債権者そしてに関しましては、購入者にしては安定的なファイナンスが必要です。ESG は必ずミーティングで出てくるべきになってきておりますので、また投資家に関しましても同じです。グリーンボンドですとかに投資をしなかったとしても常に ESG ではこの企業は何しているのかということを必ず質問されます。そのような議論をされることということは関心ですとか運自体はあるということですね。非常にあるということですね。アンテさん、設備投資の 7% が投資され、これが 7% がクリーンのために、経済のために使われている。我々は、このキャピタルの資本の資金のシフトというものが必要です。イールドに関しましては、日本の国債ですとかなくて、ガーナですとか、
か、性的なリスクが高いところも考えられるかもしれません。この資本の資金のシフトというのはどれぐらい重要なんでしょうか。新興国に関してはどうでしょうか。そうですね。北南さまざまな例を見ているとタクソノミーに関しましても動きがあると思います、ね、ヨーロッパやアメリカさまざまなサポートに関しましては CBI としてもこの政府ですとか当局そして投資家について基地本のシフトができるように気候変動のに対応できるようなところに自分のようにしていますタクソノミーに関しましては何らかの共通化というものが必要だと思います。ですというのもさまざまな側面があるからです。グローバルのベストプラクティス、ベストプラクティスと地域で行われていることとのギャップを埋めるというのは重要な側面だと思います。アグネスさんがおっしゃったように、今、投資家ですとかバンカーは常に ESG について問い合わせがあります。これは1年前で起こらないこと、起こっていないことでした。動きはあります。機運はありますけれども、これによって投資家自体も枠組み、戦略が取れるような枠組みというものが必要です。いかにして新興国の投資家がグリーンファイナンス、グリーン投資へのコミットメントを見ることができるか、説得されるか、また効率的なコントロールというものも必要です。これらの枠組みというものはインドでもでき始めてきています。私もその構築の策定のメンバーの一つです。レジリエンスに対する規制なども話されています。何がうまくいっているのかということを新興国で取り込んでいくのも重要だと思います。非常にいい価値の高い ESG という中で何が ESG なのかという話もあります。ESG の中でもその一定 の, その共通化というものがあるといいと思います。そうすると、コミットメントの中で、投資の判断をできるからです。また、キャパシティ自体も、イノベーション自体もキャパシティをどんどん構築し、上昇していくためには有益です。重要なアセスメントとしてです。マーケットの中で先を行っているところとそうでないところのギャップを埋めてくれます。そのような広い意味での資金のサポートというのが、現在より資金の導入をするためには、それらの支援というものが必要です。まもなくもう時間になってしまいそうですけれども、今日のセッションの中で、不公平の不公正のに関する課題、そしてレジリエンスに関する指摘がされました。また、この緩和ということについて言うと、この公平性ということについても緩和をしていかなければならないということが指摘されました。
そして不公正に対する関する反応もしていかなければいけないということです。パンデミックの時にしなかったことをしていかなければなりません。そしてこういったことに取り組まなければ、例えば、他の問題が出てくるということです。また国防に関しては、世界的に見ても冷戦の時よりも多くの軍事予算が割かれていますけれども、この一部の予算でも例えば気候関係に割いたらどうなのかということ、例えばグリーンエネルギーに、この軍事予算の一部でも割いたらいいのではないかということが考えられます。またこの10年における気候変動について、新興国がより豊かになってきているわけですけれども、より多くのエアコンの能力を増やしています。さらに多くの取り組みを行わなければならないということです。そしてより物事をグリーンにしていくということが必要だと思います。そして今現実の問題に取り組む中で、エネルギーに関して何ができるのか、ハイブリッド車はクオリファイするかというと、ヨーロッパのタクソノミーでは要件を満たさないということです。私にすれば野心の一つのものとして、ファイナンスで達成しなければならないことがあります。2兆ドルほどのグリーンサステナブルボンドが今年で発行されそうですけれども、世界的に 8% の市場の成長がありました、昨年比でです。しかしさらに実際には数兆ドルが毎年出てこなければなりません。そしてそういった形で進展を見れるようにしなければなりません。一体どういったことをすればいいのでしょうか。より大きな市場規模にするためにどのような取り組みが必要でしょうか。また聴衆の皆様へのアドバイスもいただければと思います。アグネスさんからお願いします。最後の質問としていくつか質問があったわけですけれども、やはり質と量を見ていく必要があると思います。例えば数字で見ると、この数年おきに数字が倍になっていっています。そして少なくとも毎年1兆ドルというのは数字として簡単に達成できると思います。またそれなりの規模のサイズにする上で、グリーンボンド市場は大きくなってきています。比較性、あるいは可能性、あるいは標準化ということを話しているのは、やはりその同じ言語で話せるようにするためということです。やはりこの市場にやってくる人というのは良いことをやっているということを市場に見せたいからだと思うのです。だからこそこういった道を開けるようにしなければなりません。またさまざまな作業をこの数ヶ月で行ってきました。私がこういった変化が起こせると思える理由ですけれども、やはりこういったクリアな目、ターゲットがあるからです。EU のネットゼロアライアンスがの下で、ネットゼロバンキングアライアンスに、初めての銀行が署名をしました。これもシステムをシフトさせる鍵となっていくでしょう。またESG は正しい方向に向かってきていると思います。ただ
ソーシャルな側面、ESG の S の側面がについて言うと、多くの労働者が例えばこの影響を受けてくると思います。そしてそのこういった人たちがこの移行にも関与できるようにするのにはどうすればいいのかということを十分に気をつけて考えなければいけません。以上です。アンモリーさん、マイケルさん、お願いします。アンモリーさん、どうぞ。2点申し上げたいんですけれども、1点目が市場がサステナブルファイナンスをなんで自分もしなかったんだろうと思えるようなぐらいに市場が成長するということです。そしてなぜそれをしていないのか説明をしなければならないようにするということです。またそういった時代が来ると思います。また2点目に透明性です。マイケルさんが IFRS と US GAAP についておっしゃいました。そしてそれぞれの US GAAP と IFRS で違いはあるわけですけれども、2つのこの会計システムを使っているのは、まあ、タクソノミー的な開示では大丈夫だとは思います。そして誰もがそれを理解できれば十分だと思います。そういった点では透明性の確保というのはできると思います。サステナブルなシステムを、そしてうまく機能するシステムを作るというのが鍵だと思います。マイケルさん、最後にお願いします。面白い会話だったと思います。私は例えばサステナブル、この市場が今年どれぐらいサステナブルになるものかというふうなコメントを聞いてきました。さらにどれほどの規模になっていくかというのをよく知りたいと思います。例えばトランジションファイナンスマーケットに関する関心が高まってきています。グリーンウォッシングなどの問題もあり、今十分に野心的な目標が敷かれているのか分かっていない面もあるかもしれません。しかし従来的にグリーンではない企業がさらにグリーンになることを目指す機運にはなると思います。さらに脱炭素が進んでいく中でサステナブルなデッドマーケットを拡大していくというのが重要だと思います。ナミータさん、どうでしょう。意図しない結末ということについて出ましたけれども、投資戦略を投資家としては金融パフォーマンスなど財務パフォーマンスなどを見て行っています。シンプルなリスクリターンフォーミュラを超えた取り組みを行わなければなりません。そしてそういった中でファイナンシングがどのような影響を及ばせるのかということを見なければいけません。コミュニティのワイプアウトをしてはならないと思います。インパクトが大きな最大の差別化要因になると思います。そして多くの機関、金融機関がさらに関与していく必要があります。またサステナブルな将来を形成するということについて、2030年に何が起きるのか、パリ協定などがありますけれども、ネットゼロの後に何が起きるのかが重要です。重要なことは世界が低炭素の時代、そして低炭素のテクノロジーに新たな投資をするということで、新しい形の投資が出てくるのではないかと思います。ネットゼロ、実質ゼロ
といった時代を超えてみなければいけません。ルバートさん、どうでしょうか。ありがとうございます。どのような形で市場を拡大させるかというコメントについてですけれども、サマンサさんがおっしゃったコメントについて述べたいと思います。イシュアーがグリーンボンドフレームワークに価値できるようにするということをしているとおっしゃっていました。そしてどのようにオペレーションをアプローチするかですけれども、グリーンボンド市場でやはり DMO をサポートしていくということが重要だと思います。私が楽しみにしていることの一つとして、COP26 でどのような結果がもたらされるかということです。これで、この2030年まで、そして2050年までに NDC が決まっていくわけです。こういった新しい NDC 気候制約が政府によって出された暁には、グリーンボンドの市場にもこういった NDC を達成するためにという機運が高まってくると思います。また活動しなかった場合のコストがより高くつくということです。おっしゃる通りだと思います。 NDC について、つまり気候制約ということについて面白い発言でしたね。向こう1年で私たちのパートナーとともに、どのような形で政府にアプローチして信頼のおける移行計画を実行するかということについて、政府に働きかけを行っていきます。目標というのは素晴らしいですけれども、やはり今の現状と目標の間に大きなギャップがあるわけです。そして議論をしているだけで、例えばヨーロッパだけで見ても非常に多くの議論が出ています。どのような形で議論ファイナンスを活用していくのか、そしてどのようにしてアグレッシブなソリューションに対するファイナンスを行っていけるのか、アメリカのコロラド、あるいはモンゴルで、そして中国でどのような形で、例えば石炭発電所を水力を活用したものにできるかといったことについて見ていきます。移行戦略としてこういった取り組みが必要となってくるでしょう。移行ということについてはさまざまな作業が必要ですが、そのためにはまさにファイナンスが必要です。そしてリターンがあれば投資をするということもあるかもしれませんが、やはり皆さんが必要です。本日はご参加いただきありがとうございました。ルパートさん、アンモリーさん、マイケルさん、ナミータさん、そして JP モルガン、BNP パリバ、アスハーストのスポーサーキング様には感謝申し上げます。明日は最終日となります。5日間にわたるマラソンのカンファレンスとなっていましたが、明日が最終日です。そして朝はネイサン・ファビュラさんにお話しいただきます。ヨーロッパのタクソノミー関係の責任者の方です。そして責任ある投資ということについてもお話をしていきます。また移行のパースウェイについても話していきます。またマーティン・スポークさん、欧州委員会の金融総局の方にお話をいただきます。またトルコのにおけるさまざまな産業の変遷などについてもお話を伺います。そしてローコストの水素などについても話をしていきます。2025年以降はガスが必要なのかといった話もしていきます。また国連のCOPの大使から農業や海運などについての移行などについての話を伺います。そしてどのようにして
サステナブル債券を導入していけるか、また企業の戦略、あるいは設備投資計画がどういったものとなりうるのかといったことについてもお話をしていきます。このマーケットに移行本債券だけでなく株式への投資などのを含めてもさまざまなプレイヤーに参画してほしいと思っています。 CDPQ、フィデリティ、JP モルガンなどの投資家にも参加いただき、投資家が今トランジション移行ということについて何を考えているかお話を伺っていきます。本日はご参加いただきありがとうございました。そして皆さんからのご関心そしてにも感謝申し上げます。またパネルの皆様に感謝申し上げます。皆さんの熱意があってこそ、そして皆様が私たちの子どもの世代、そしてそれ以降の世代のために働きかけを行ってくださっていることに感謝申し上げます。